ケー、いいね、みんな着実にお芝居が良くなってるよ。ノアのおかげだな。私みたいな素人の演技でも面白くなる脚本だよこれ。源氏物語がどんなお話か知らなかったけど興味が湧いてくるよね。それだけ古典の持つ普遍的な面白さがすごいっていうことよ。でも意外だな、ノアがこんなちゃんとした脚本を書けるなんて。確かにもっとめちゃくちゃなお話になるかと思ったけど、すげえ綺麗なお話だよな。まあね、他にもいろいろ草案を考えたけど、やっぱり原作へのリスペクトを忘れないようにしないとね。あ、電話？誰のだろう？どこから鳴ってる？そう、私じゃないと思うけど。私でもないぜ。私のスマホはそこに置いてあるし。なあ、ノアのバッグから鳴ってないか？あ、ほんとだ。なんでバッグの中に？そっか、着替えた時にバッグにしまったんだった。ノアはこういうところがそそっかしいんだから。もうトアはいちいち一言うるさい。あれ、どこにしまったんだろう。あった。電話切れちゃったみたいだし、また後でもいいんじゃない？それもそうね。ってお母さんからだった。休養かもしれないからちょっとかけ直してくるね。おう、こっちは大丈夫だからゆっくり電話しろよな。さてと、それじゃあ私たちはノアが戻ってくるまで一休みでもしよっか。そうだな。っておいおい、ノアのやつバッグの中身ぶちまけたままにしていったぞ。うわ、本とか可愛いものレポートとかいろいろある。これだけバッグに詰め込んでたらそりゃ迷子になるよね。よくこんなにたくさん持ち運べるよな。ってなんだこれ、源氏物語草案ノート？そういえばさっきノアが言ってたよね、他にもいろいろ考えてたって。これのことかな。きっとそうだ。ちょっと見てみようぜ。どんな案があったのか気にならないか？気になる。おいおい、いいのかよ、人のノート勝手に見て。シノは気にならないのか？もしかしたら演じることになったかもしれないイフの源氏物語だぜ。そりゃ気にはなるけど。じゃあみんなで見ようよ。大丈夫、みんなで見れば怖くない。何？主人公の光源氏は絶世の美少年。ある時彼の前に二人の少女が現れました。なんとその少女たちは耳と尻尾を生やした獣付きだったのです。少女たちは光源氏に首ったけ、愛らしい猫なで声でご主人様を困らせるのです。ご主人様、腹減った。ご主人様、遊ぼう。この世のものとは思えぬ至福の状況、意図おかし。おいおい、なんだこのおぞましい内容は。草案というか、ただの妄想の音だったね。ノアが妄想の世界だけにとどめてくれてよかったよ。